全馬ゲートに揃いました。ゲートインが終わってスタートしました。揃いました。まず内から押して3番ベステンダンク、2番ギベオンも前から、そして5番ブラックスピネル、7番トリオンフ先行していきます。外からは10番ノーブルマーズに11番テリトリアル、まず7番トリオンフが行きました。リードを1馬身ですが、外目から10番ノーブルマーズ、内からは3番ベステンダンク、続いて2番手3番手1コーナー、4番手外からは11番テリトリアル、すぐ後ろ5番ブラックスピネルと先団を形成、内から1番のブレステイキングです。1コーナーから2コーナー、7番のトリオンフ逃げていきます。リードを1馬身、2コーナーのカーブ、2番手には10番ノーブルマーズで向正面へ出ました。3番手に3番のベステンダンク、外からの半分差11番テリトリアル、間から5番ブラックスピネル控えて5番手から行っています。1馬身差中段前、内目から1番ブレステイキング、外に9番ステイフーリッシュが続いていきました。このすぐ後ろに2番のギベオン、ちょうど中段先頭までは6馬身7馬身ぐらい、 1000m の通過は1分1秒2と上がって3コーナーを迎えます。2馬身差後方より12番ゴーフォザサミット、外からは4番ロードマイウェイ、後方から4投目残り800、後ろから2投目が8番ハッピーグリーン、2馬身相手6番 KI ノーテックは最後方となっています。 3,4 コーナー中間残り600を通過、7番トリオンフ先頭ですが、接近する10番ノーブルマーズ、そして11番のテリトリアルと3頭差がなくなって4コーナーを迎えます。4番手以降一段になってきて、ブラックスピネル外を回ってステイフーリッシュ、中段大外にロードマイウェイか、直線に向かいます。逃げる7番トリオンフに迫っていく10番のノーブルマーズ、2頭が差がなくなってその後ろから追ってくる5番のブラックスピネル、残り200を通過、その外からロードマイウェイ、馬群の内に切れ込みながら1番のブレステイキングを追ってくる、その後ろからハッピーグリーン、KI のテクイカですが粘る7番のトリオンフを、4番のロードマイウェイ、トリオンフ、ロードマイウェイ並んでゴールイン。